配信してる人とかいるじゃないですか、ゲーム。あ、なんかね、俺も最近聞いたんだけど、加藤純一くんっていう人がめっちゃ面白いらしくて、なんかいるらしいんだ、YouTuber で。へー、それちょっと調べて、あの友達が勧めた方がいい。めっちゃ面白い、あの子。なんか YouTuber とか最近出過ぎてると、わけわかんなくて今。でも飛び抜けてる、もう頭一つ飛び抜けてる、もう他の YouTuber とか見れなくなっちゃう。何、ヒカキンって何みたいな。あ、もう全然レベル違う。レベル違います。加藤純一くんが一番やばい。へー、こんなやつより全然面白い。そうなんだ。こいつよりいるじゃん、あの中変なマスクかぶってる寒いやついるじゃん。そういう人全然面白い。うん、なんか使えるの。あとなんか名前とかでさ、なんか変なやついない？いますね。なんかそのなんか笑いを取ろうとして、なんかあーいる。俺も知り合いでうんこちゃんですうざい、ちょっと寒いやつでしょ。名前あいつは寒いわ。名前でも滑ってんだよ。そう、どう、小学生とか絶対はもうどう思う、きついなってやつ。名前から滑ってることにまず気づく。やっぱね、俺ねえ、そうだよね、見ろぜ、あいつ。そうだ、そうそうそう、ちょっとダメだよね。内容もなんか別に大していいこと言ってないけど大丈夫。あー、確かに、それはあるよね。違いないわ。結構自己満タイトだなって思ってきて。確かに、そうだよね。ああいうやついるよね、多いよね。そういうね、ちょっと存在がもう滑ってるみたいな。そうそう、紹介された段階で滑るみたいな、ね、そう、やっぱいるじゃん。いる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 。つぶやくとこだから別にいいけど、うん、そうそうそう、狙ってるならもうちょっと面白くて。あ、確かに、練り込んでこいよってことだよね。しか笑えないね、確かに。そうね、浅はかってことだよね。そうだよね。ボキャブラリーが少ないもっとあっただろうみたいなね、言っちゃうんだよ。ボキャブラリー少ないな、確かに。確かにそうだよ、そう、間違いない。なるほど、確かに。あ、それあるな、それはある、確かに。有名なんですか？ジャカーシュ、あの、そう、真ん中の兄貴、横山さんが有名らしいです。そうなんだ。で、うんこちゃんっていう子がいるんだけど、加藤純一もむちゃくちゃいるんだよ。ね、1万人ぐらいの YouTuber。 そう、すごい。キャバクラの名前教えてるから出てきてる。マジ？うんこちゃんって。うんこちゃんって名前。そう、超有名。やめよ、名前変えた方がいいよ。だ、加藤純一って名前。そう、加藤純一っていう名前でやってて、ふざけるときはうんこちゃんって。そうそう、あれ、あの人来ないかな、よく見てる人。いろいろありつつですよ、うん、でも面白かったら、ね、緑さんいない時に、そう、実はそのうんこちゃんがすごい面白く、あの女いたじゃないですか、うん、あいつに、うん、加藤純一って言うとめちゃくちゃ面白くていいよって言って言ってたんですよ、うん、そしたら、そうなんだって言って、うん、でその後、うん、俺が、いやでも名前変なやついるじゃん、YouTuber ってやつって言って、なんかさ、うんことか使えばいいんだよ、うん、うんこちゃんってやついるんだって、うん、そんなやついるんですか。あ、本人もいい。そう、寒いとか言われて、あのもろいが。なんかボキャブラリー足りないよね。あのクソアマね。そうそう。めっちゃ面白いよ。で、そいつに、ちょっとしてから俺速攻でうんこちゃんに、うんこちゃんどう思う？で、その女、それおもろいわ。あ、それ一番こう、ガキャバの名シーンだもん。ちょっとおもろかった。トイレ、トイレで。